平和署下町探偵団源さんです。ちょっとね、今しか撮れないんで、去年もいくつかやったけど、桜の名所をちょっとまとめて撮ってるのだ。で、今日は江東区の猿江恩賜公園。ここはね、下橋通りを挟んで、北エリアと南エリアに分かれてんだけど、今は北、南エリア。南はあんまり桜咲いてないんだね。あ、ちょっと咲いてるね。3本ぐらいかな。まあ南はこんな感じなのかな。なんかわしの印象だと、これは桜か、そもそも桜だろうな。まあわしの印象だと、猿江公園は北側のエリアもなんか割といろんな花が咲いてるイメージがあるんだよな。まあそんなわけで、南はパーッと終わらせて北の方へ行ってみようと思うのだ。あ、あっちにも少し咲いてるね。さあ、北エリアに入っていくよ。ここはさ、例えばそこの大横川沿いの土手って言い方でいいのかな。水仙が綺麗なんだよね。まあ、もう時期的には終わってる。1月ぐらいかな。他にもチューリップ畑がすごい綺麗だったりとか、なんか結構いろいろと花が咲いてる。リクシル本社ではないんだ、これね、本店なんだよね。あ、ちょっと枯れてきたかね。緑っぽくなってるね、ここはね。下歩いた方が綺麗かな。まあいいか。あっちの方はちょっといい感じだね。だいぶ景色がピンクだね。SNS でもちゃんと取り上げたことなかったんだけど、結構桜多いね、ここも。それとも最近終わったのかな。
天気もいいし、お花見日和だね。どっち歩こうか。なんか右の方がたくさん桜が植わってるね。見てて。ああ、ここの道もずっと桜だ。この道がね、北エリアの、なんていうんだろう、メインストリートって言い方でいいのかな。メインの道なんだけど。すごいね。ドピンクだね。境内を中心に左右にずっと桜、すごいね。こっちちょっと降りてみようか。こっちもすごいよ。ほんとすごいな。全然知らなかった。こんなにドピンクなんだ。はあ。先日来、佃公園、門前仲町、大横川、木場公園と、撮ってきたけど、それぞれね、違う意味ですごいなと思ってんだけど、昨日雨降ったからな、ぬかるんでるな。違う意味で圧巻だね、ここは。ここのスペースいいね。ちょっとしたオアシス。下は桜の花が散って、とピンクで、テーブルがあって、ちょっとくつろげて、あ、ここもいいね。ちょっと桜の絨毯でテーブルがあって、いやー、だけどほんとね、ここぬかるんでなかったら最高だよ。わしは例によってテレンテレンせったで歩いてんで、転ばないか不安なんだけど、知らなかった。ここは
さっき花がたくさん咲くって言ったでしょ、北は。そこ去年撮ったかな、あれあっちかな、チューリップがたくさん咲くんだよね。もう色とりどりのチューリップ、これもなかなかね、すごく広いスペースってわけじゃないんだけど、なかなかお見事だよ。こっから見るのが一番綺麗かもしれないな。向こう側からこ見るか、こっちから見るか。あら、大変だね、役所の人も。花見の期間はバーベキューやるな的なことを昨日の木箱も書いてあったな。酒類を伴う宴会、シートを広げての飲食、お花見期間中止だそうだ。すごいね、わざわざ放送しちゃうんだね。スカイツリーを背景に猿上恩賜公園は終わってきますかね。綺麗だよね、うん、これでいいのだ。